暑いね。暑い。わあ。ザーサンキノコありがとう。キノコのこんな個人キノコ。やばい、カエルさん、毒キノコいっぱいある、ありがとう。毒キノコ。もうめっちゃ目がゴロゴロする。大騒ぎの場合だよ。ほっほっほ。どうも。首移るよね。かわいいキノコ。毒キノコ。こんなに怒られたキノコその毒はなんか紫紫色。あ、そうなんだ。毒の不思議。気圧で眠くなるね。眠い、頭が痛いし、頭が痛くなる。かわいい。ミュカ。ん？これ見た今のこれ。なにこれ、リス。リスか。昨日夜中まで？そう。3人が新鮮だった、ゆきちゃん。もう確かになんか見た写真。3人は仲間くない。ね気温調整も少し。あつさんありがとう。間を取って練習しました。幸せを言いました。やばい、踊っちゃうよ、ね。なんか本当に電波ある。え、電波悪くない？ここ？きついだ。Wi-Fi つないでる。
今日誕生日おめでとう。ビバースデイ。おめでとう。おめでとう。今日誕生日の人、私の同僚2人いるわじゃん。え、すごい。同じだね。ねえ。あ、ちょっと。ほっぴょって何略すとこおかしくね。あ、今重力シンパシー公演だ。へぇ、キーズありがとう。マジで全然誰と同じんポジション、うん、今日誰だろう。私のポジションマジで4人くらいいるからさ。あ、そうなんだ。ハラタン、チャケ、ユズ、あ、そうなの。ドラさんやん。めっちゃドラさん。てかさ、めっちゃ思ったんだけどさ、もうさ、なんかあったじゃん、これ、うん、おもちゃみたいなやつ、何だっけ？え？マジ？え？マジで？えぐ、やば、本当だ。てか普通に少なすぎてびっくりした。ね、びっくりした。マジでおもちゃ以外みんなチーム A だよ。本当だ。えぐ。びっくりしたんだけど。え、結局決まったの？いや。ね、2つ。おお、どちらもいいね。上がいい？上がいい。やったことある？した。ない。めっちゃいいよ。てかいい曲だ。聞いたことある？うん、え、絶対好きになるよ。私大好き。一回聞いた。え、ちゃんと聞いて、もっと。もっと聞いてほしい。いい曲なのに。どっちもいいけどね。上が良くて。うん。聞いてる？上がいいんだけど、うん、ここそこやりたい？うん、でもまあどっちでもいい。ここ、まあどっちかじゃない。死ぬ。だってどうやって分けるんだろうね。人数感違うよね。マジ？違うね。そうなったら結構むずくない？あ、全然違います、ごめんなさい。あ、全然違う、全然違います。まだわかんないやつね。ありがとう。かわいいです。母さん、ありがとう。二人にしか分からない話するよ。うん、上はやったことある？うん、うん、むずくね、ダンスね。うん、楽しいけどさ、ね、楽しいけどね。覚えればちゃん、なにこれ、魔法使い、なんだこれ、クマ、ありがとう。クマ、秋なのかこれは。4種コンセプトがわかんないけど、なんなんでしょう、気になるよね。確かにジャラジャラ撮った。あ、撮った。なんで？帰るから。早い。コスよりなんかハロ、あ、ハロウィン、ハロウィンにしては気早くない？ハロウィンって今月じゃないよね。10月だもん。でも次のイベントがもうそうってことなの？ハロウィン？うん。いやでもまだでしょ？今やってないでしょ？うん。イベント。じゃあまだじゃん。何のやつなんだ？ピシカワイありがとう。夕飯食べた。
でも私の行ってる美容院も飾りが、うんうん、ハロウィンだった、うん、早い。らしい。本当、確かにハロウィンっぽい。なんか炎みたいな、ろうそく投げられた。うん、怪しいよね。ハロウィンっぽくない？このろうそくみたいなやつ。まあ確かに。なんかハロウィンっぽい。可愛い。青。先取りか。なるほどね。うん、確かにこの炎とこの雲は確かに合ってる。月見バーガー、またちょっとあるね。わかりません。9月あれもできるんじゃない？できたら。でも結構仕事遅いじゃない。めっちゃ前髪伸びた？伸びた。切った。これでも。嘘。これでもね、1センチくらい切った。自分？めっちゃ。うん、自分で。すごい。バツって切ってる。この間触覚増やしてもらったけど、ここの横。ああ。増やしてもらったけど、ここはもう自分で毎回切ってる。すごい。なんかさ、パッツンならさ、うん、まあ、パッツンでも自分で切ってたけど、うん、パッツンじゃない、上切ってるならさ、別にさ、斜めでもさ、あんまわかんないじゃん。まあ、言っちゃえばね。そう、確かに。だから巻くとなったらいい長さ、うん、うん、こうするならね。ああ、確かに、下ろしてたら長いね。そう、だから邪魔だからさ、いつもさ、うん、こうなんだよね、うん、レッスンでも、それも似合うからよくね。そう、うん、バレた？めっちゃ苦戦してるじゃん。バレた？すっごい苦戦してる。バレたな。あのスタバのあれもなくなっちゃった？なくなりました。お別れしてきました。8月末に。マジか、うん、あれ美味しかったな。あれでもお芋も美味しそうだからいいけど。お芋苦手なんだよね。キウイマジで定番化したら絶対売れると思うのに、ね、いや絶対売れるよ、ね、うん、めっちゃ美味しかった。毎日飲んじゃう。あれは美味しかったね。マジ美味しかったよね。マジ美味しかった。マジ計7回ぐらい飲んだ。1杯マジで800円ぐらいするからさ。え、そうなの？高っ。8、7、5、5やばくね。すごい。キウイのスタバキウイの1週間ぐらいで5600円ぐらい課金してる。すごい。キウイに
キウイに、キウイのスタバに、うん、いいお肉食べれる。5600円、1600円も6000円ぐらい課金してるよ。834円だから、あ、返してない、もも、うん、ちゃんのやつで支払って。あースタバ、うん、確かに。まあ食べる、お母さんありがとう。これやっていけ、やってない、うん、じゃあ次なんか買うわ、うん、いや全然、いつも買ってもらってるから。うん、しかも別にギフト5000円分あるからカードまだもう5000円分全部使い切ったよ早いよねマジで、すごいよ。その前も人気そうじゃない、でもめっちゃ、あ、まあ絶対好きよ、みんなね、うん、好きだもんね、人気ありそう。私も貯めてる今、バツさんありがとう。いいじゃん、髪の見た、もう長すぎて、もう長すぎて、何か分かんないのよ、分かんない。そうなんですよ、長いけど、でもなんか日々伸びてると思う。でもめっちゃちぎれるから、うん、ああそんな、うん、もう毛先とかさマジでさ薄いね。そうそうなのに、ないのね、確かに、うん、マジで AKB の中で一番長い自信ある、うん、それはそう、キラッ強伸びた、ありがとう。わー、洋梨いいね、洋梨大好き。どう、急なピースやめてマジで早く携帯変えたい、なんでそんなこと言わないで、まだいい機種だろうが、まだね、まだいい機種だろうがよ、まだいるね、今日めっちゃ髪切る夢見たんだ、そういえば思い出した、髪の毛でめっちゃ短くなってる。私もさ、たまにさ、うん、めっちゃ髪切る夢見るんだよね、で、うん、あの肩下ぐらいまで切って、うん、めっちゃ後悔する、なんで切ったのみたいな。私はめっちゃ後悔する夢見る。え、マジ、うん、なんか肩下まで本当は切る予定だったのに、うん、あ、本当にあのスポーツ狩りみたいにめっちゃ短い、本当あの昔の、そう、昔の私みたいなくらい切っちゃってるっていう夢、うん、今日の朝見たマジでたまに見る、うん、でも切りたいから私は、そう、切りたいけどあそこまでは切りたくないなと思った。なんか多分ね、私なんでそれ見たかというと、ミニヒさんがショートカット見せる YouTube を見たの、あ、はいはい、寝る前にそれじゃん、そう、絶対にそれ、その影響で髪切りたいっていう思いが強すぎて見たみたい。ちょっと待って、苦戦、待って、やめて、ちょっと待って、うん、どんだけかかってんの時間待って、最初からになったかねー、最初から、やばすぎー
ートにしたい。絶対、絶対私はショートが楽だし。でもに自分に似合うのはロングって分かってるけど、でもロング似合う、うん。でもショートの方が楽じゃん。でも私いろいろやりたいからさ。あれも好きだよ。ん？あのあれ、あのマムちゃん入りたての、うん、あのゴールグル、うん。肩つくかつかないかくらい。あれめっちゃ怖いけど、うん。エリちゃんもボブくらいだったあの頃、私が入った頃ね、ずっとボブも肩下ぐらい、ね、うん、キープしてた。やばい、もう少しで。ブルーロックとゾーンコラボってバチラ、うん、バチラいるかな、いないことあんの、今んとここの2人の美女しか出てない。誰だ、イサギとリン、愛し、あ、これ私のファンのこのバチラ、うん、なんか紫みたいな人、うん、違う、え、それはあれ、レオ、あ、レオ、見かけレオ、あ、あ、そうや、見かけレオだ、これレオじゃない、私のこの周りの紫に寄せられすぎ、それこれイトシリン、ファンの子がめっちゃ熱弁してくれた、うん、話しかいて、三影レオ君、私の彼氏みたいな説明してくれた、覚えてる、紫のね、三影レオじゃない、三影レオじゃない、三影レオ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 ね、楽しみ、その顔、うん、これさ、一旦さ、最後まで書いた方がいい、うん、数字なんでプラス、これつけた方がいい、うん、これでいいじゃん、あ、そうだよ、これ一旦全部書く、ここにも書いてあるけど、いや、書かなくていいじゃん、じゃあ書かなくていい、うん、この数字もこれなんだけど、うん、書かなくていい、これだけでいい、あー、一応書いといたら、書いといても大丈夫？うん、大丈夫だと思う、うん、何時までやる、そんなにやらないよ、多分ね、うん、50分？うん、50分になったら終わります。ブルーロック面白い、サッカーって野球、サッカー、サッカーでしょ、サッカーか、行きたかった、ナルトシプーデン、うん、とかいろいろあるよ、いいな、うん、あと5分だよ、え、フルネームで言わない？ナルトシプーデンって言う時もあるよ、うん、だってナルトだって、だっていろんなさ、うん、あるじゃん、そうなの、うん、ナルトシプーデンっていうシリーズ、あ、そうなんだ、うん、だからそこは言う時もある、うん、シプーデン、ナルトシプーデン見てるよって言う時は言う、
うわマジで行きたかった。ナルトのそのエンディングオープニングってマジで青春なんだよな。私なんか小学生の頃の。いいな。これ疾風伝だよ。え、そうなの？できた？やっと、もう全部そこさ、すごい大変ようやく、ようやく、格闘してました、ずっと、うん、ずっとさ、マックのポテト食べたいんだよね、うん、気分が、それはそう、毎日だよ。今月はマジで、うん、ショールームたくさんするわ、うん、今月の目標は15時間今月で配信すること。おお、すごい、頑張ります。私も頑張ります。読みますよ。はい。1位ケント、2位松和さん、3位たけし、4位ダッチ、5位ニャカ、6位ママちゃん、7位ハルハル、8位アディビジャヤ、9位アサヒさん、10位マガネットさん、11位ゼットさん、12位マメモヤシ、13位ミータム。ありがとう。1位から読むんだね。うん。1位から読みまーす。はい。13位夢のようきさん。12位だけのぶさん、11位ゴミさん、10位プルダックポックミョンさん、おープルダックポックミョン9位ミヤピーさん、8位ピミさん、7位レベモンさん、6位トモトモさん、あ、トモトモ5位34シーピアとヒサタンさん、4位ヨシフミさん、3位ミサト、2位井上ヨシヒロさん、1位ケンショウさんです。ありがとうございました。バイバイ、じゃあね、ありがとうございました。ずっと格闘してる配信でした。私はよかった、でもできて、はい、できました、本当によかったです。ということでリハーサル頑張ります。頑張ります。バイバイ。